どんな風で、どんな風になったか見てみます？皆さん。はい、こんにちは。重工房の原修司です。はい、キャンプ道具チェックリストパート3と。はい、パート3ですね。ようこそ。このチェックリストはね、下の概要欄に書いてますけども、ダウンロードできるようにね、してありますので、ダウンロードしてお使いください。ね。で、パート3はですね、食料品なんですけど、先ほどメスティンの中にですね、お米を2合というふうに言いましたけど、まあ、これ1合でもいいですね。1泊なら1合だろうし、2泊だったら2合かひょっとすると3合ぐらいあるといいかもですね。どちらにしてもこう小分けにしておく方がいいと思います。小分けにしておいた方が何かと便利ですよね。測らなくて済みますからね。はい、ということで、まあ、お米ですよね。それから、まあ、あとは食材は現地でね、調達するんでしょうけれども、私の場合はね、現地で調達するのは、まあ、飲み物かですね、まあ、ちょっとしたもので、まあ、材料になるようなものはほとんどこちら現場というか、そのこちら地元で仕入れておいて、で白菜こんな一束持ってたって使わないですよね、キャンプで。まあ、使う分だけもう切って持っていくとか、もしくはもう刻んでおくとかいうふうに、ちょっと楽な形で持っていくようにしてですね。ただ葉物野菜なんか傷みやすいので、夏場はちょっと注意が必要ですよね。まあ、クーラーボックスにきっちり冷やしておいて持ってた方がいいかもしれないですね。あとはまあ傷みやすいようなものはちょっと注意が必要ですけども、まあ、あまり現地でね、例えば玉ねぎ一袋なんて買っても一袋使わないですよね。だから、まあ、玉ねぎだったら4分の1とか半分ぐらいにですね、切ってそれをまあ持っていくようにしたりとかいうふうにしているのが実際のところです。皆さんもそうだと思うんですよね。なので、まあ食材に関してはそんな感じですかね。こう事前に用意をしておいて、まあ小分けにして自分で持っていくという風がいいと思います。それ以外には、食器のところでやりましたけど、割り箸ね、これが意外と忘れるんですよ。というか、あった方が便利なんですよ。なので割り箸もね、ぜひ持っておいていただきたいなと思います。それからまな板もね、まあ、これ牛乳パックの裏を使ってまな板してる方もいらっしゃいますんで、まあ、それはそれでいいと思います。あとはまあまな板なんかがあると、まあ、絵にはなりますよね。写真写りもいいですよね。それと意外と忘れがちなのがですね、これなんですけど、食器洗い道具。まあ、私の場合は大したことないですよ。スポンジ、食器洗いのスポンジと、食器洗い用の洗剤とね、これゴム手袋を入れておくんですよ。これは油切ったやつを触るとね、もう手がめちゃめちゃしちゃって、今度逆に手も洗わないといけなくなるので、まあこんな風にね、食器洗いの中にゴム手袋も入れてたりします。まあこれは別にお好きなようにね、やったらいいと思います。それ以外ですね、まあ、そのキッチン周りということでは、タオルですね、タオルはこれは、まあ、テーブルクロスだったり、ナプキンだったり、まあ、使い道はいろいろありますけども、まあ、ご飯を写すときでもね、写真で、やっぱこういうところに載せて写すと、写真写りいいですよね。はい、なので、まあ、こういうテーブルクロスだったり、あとはタオルですね、タオルはもうこういうタオルをね、もう3本ぐらいいつも持っていくようにします、この中に、ね、入れてね。そのタオルです。そのタオル。ハンドタオルでなくて、ちょっと長めのタオルですよね。そしてですね、キッチンペーパー。キッチンペーパーもですね、ドーンと買ってくるとこんなじゃないですか。これをこう、もう小分けにして、まあ、20枚か25枚ぐらいですね。こういう袋に入れておいて、まあ、出すときはここに出せるように切り口だけつけておいてね、こんな風にやってあるんですね。結構アイディアしてるでしょ。はい、それから、ラップとアルミホイルをね、こんなにも箱から出してしまって、まあ、こんな状態でね、使う分だけ、このように包んで持っていきます。ね、ラップと、まあ、キッチンペーパーですね。あとはキッチン周りではですね、こういうのを意外と、金網ですね。まあ、これは100円のものでもいいと思いますけど、意外とこういう持ち網みたいなね、はい、こういうやつですね。意外と使えるので、まあ、持ってくるようにしてますね。この袋の中には、まあ、大体調味料関係をまとめて入れてあります。まあ、ライターとかもね、まあ、予備のライターを入れてあったり、ここの中には胡椒と、油と、
こんな風にね、油と、塩コショウとブラックペッパーみたいなね、こんな風に分けて入れてあります。それ以外に塩とコショウ、それから醤油ですね、あと割り箸もね、いくつかありますね。あと包丁、包丁もね、ナイフ、オピネルのナイフがあるので、まあ別に使わないかもしれませんけど、お呼びで入れてあります。あとはこう、インスタントコーヒーもね、ここに結構たっぷり入ってますね。インスタントコーヒー何杯も飲めるようになってます。あとはこうテーブルクロスなんかもね、こうやって入れてありますよね。まあいずれにしてもこういうものをできるだけ小分けにしておいた方がいいと思います。あんまり箱物ではない方がいいですね。こんな風にジャンルごとでこう分けておくようなね。はい、大体まあそんなところですかね。調味料も終わったし、コーヒーも終わったし、油も入れたし、あと飲み物はもう現地調達ですよね。まあ飲み物のビールだったりね、水だったり、まあ水はね、まあ別にあのペットボトルの水を2、3本持っていけばいいかな、水筒以外にね持っていけばないいかなと思います。まあ現地で手に入るんだったらね、もうあの水をねボンと買ってくればいいかなと思いますよ。あとはまあ衣類は着替えですかね。特に下着関係とかね、まあ、濡れたりすると気持ち悪いですからね。それから靴下とかね、あと帽子ですね、雨具はあの本当のカッパはね、バイクの場合いつもカッパが入ってますけど、まあ、こんなんでもいいと思いますよ。もう最悪これ使わないだろうけど、おまじないみたいなもの入れてあります。あのポンチョですね。多分使わないですね、多分ずっと使わないポンチョだと思いますけど、まあこうお守りみたいな、お守り代わりに入れてあります。はい、そのところ雨具はそのところね、タオルもねやりますよね。それ以外には、まあ、新聞紙っていうのは意外と使うんですよね。先ほどあのフライパンを包むのにも新聞紙使いましたけど、まあ、こんな新聞紙をね、まあ、これぐらいでいいと思うので入れといた方がいいと思います。あ、合わせてですね、こういうゴミ袋もやっぱり常にあのゴミを回収できるようにしておきたいので、まあ、2つぐらいね、30リットルのゴミ袋ですかね、これ2つぐらいを常に持っておいた方がいいですよ。キャンプ場のゴミをね、できるだけ残さずに帰ってくるようにね、心がけています。ね、ゴミ袋ね。ゴミ袋もぜひお持ちください。そして、これはね、意外と使うんですよ。こうやって、小分けにして輪ゴム、まあ、使わない時もありますよ。使わない時もありますけど、使う時もあります。これは意外と使ったりするので、まあ、こんな風にね、輪ゴムを束ねて入れておいてもいいと思います。それ以外には、蚊取り線香とかね。はい、蚊取り線香とかね、そういったものもね、こういうもう一つのポーチの中にまとめて入れてありますね。例えば、蚊取り線香と、こういったその、ちょっと出しませんけど、蚊取り線香と、例えば虫除けみたいなね、こういうのですね。それから、アブとか、ね、ブヨに刺された時に、これ吸い取るやつなんですけど、これポイズンリムーバーって言いますけど、まあ蛇に噛まれた時でも使えるみたいですよ。これね、ポイズンリムーバーですね。こんな風にね、刺されたらここに当てて、こうキューッとこう吸い出す毒をね、そんなものとかね。あとはもうついでですけど、これ救急用のそのバンドエイドとか、その絆創膏とか塗り薬、これはすごく効きます。これおすすめです。これメモ A ってやつね、これ効きます、すごく。あとはですね、裁縫道具とかね、こういうのも使ったことありませんけど、まあ一応入れてあります。それ以外にまあよくはその使う薬、常備薬ですね、まあバンドエイドとかいったものはたくさん入れておきます。それ以外、まあ、このポーチの中にはですね、まあ、いろいろ入ってるんですけど、串とか、もうこれもね、消毒薬ですね。もうほとんどは、基本的にはこの薬の類ですよ。それぐらいかな。はい。まあ、こんなものをね、一つのこういったあのポーチ、はい、こんなポーチにね、まとめて入れていきます。このポーチは何々用みたいな感じで、まあ、思い出せるようにね、しておけばいいと思いますよ。はい、そんなことです。ね。まあ、救急用のポーチみたいな、そんな感じで使ってます。それ以外には、まあ、ティッシュペーパー、箱じゃなくて袋になってるのありますよね。ああいうので持ってかれるといいと思います。はい。それからガムテープとかビニールテープ、これテープですね。もうテープ類はね、意外と使います。これ、ガムテープとビニールテープですね。特にガムテープは透明のテープじゃなくて、こういう布テープっていうかな、はい、これがいいですね。これ実はいざとなれば着火剤になるんですよ。
火をつけるとすごくも燃え続けてくれるので着火剤火種代わりになるのでこれいざとなら便利ですね。はい、そして、まあ、洗面道具歯磨きと、まあ、これは、まあ、歯磨き歯ブラシですねくらいを持っていけばいいかなと。その他、まあ、本をね私の場合本を持って行ったりイヤホンとかね音楽聴く時のイヤホンとか、まあ、あとはスマートフォンといえば、まあ、充電ですよね、まあ、バッテリーとか充電器充電できるところもあるのでね充電器ですねが必要かなと思います。そうですね、まあこんなんも意外とラジオねラジオもこれ実はクマよけになったりしますよね。ラジオつけとくとこうやってこんな風にやっておくだけで、まあ、結構クマよけになったりしますし、ね、人の声がしたりするとクマよけとか獣よけに、ね、なったりするし、まあ、キャンプ場によってはね、まあ、防犯上こういうものがあると、まあ、ちょっとこう盗難防止になったりとかもするというふうに聞いています。まあ、それ以外にまあ、YouTuber の方だったらカメラ関係ですね。三脚から何からこれがまた一つ余分にカバンが一個いるぐらいですからね、撮影関係の機材ですね。まあ、冬場にね持ってくるというとこういう温度計これもねネタになりますからね温度計も持ってったりしますよね。そんなところですかね。はい、ざっとこんな感じですね。結構ありますよね、これだけ床に並べるとね、結構な量ですよ、これをバックパックするしないといけないですからね、ここから大変ですよね。こんな風にチェックリストを作っておくと上から順番に潰していくことができますのでね、いいかと思います。ちょっとするとまだまだこれ足りないかもしれないので、これから追加するかもしれませんけどね。でこれだけ持ってっても使わないもの結構ありますからね。で帰ってきたら使ったかどうかのチェックをすると言ってますよ。使わなかったらもう次回から持っていかないぐらいのね、そんな風にやれるといいかなと思います。はい、ということで、今回はですね3回に分けて、キャンプ道具のチェックリストというのをね作ってみました。まあ、皆さんのキャンプにね役に立てば非常に嬉しいです。はい、ということで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。これからも皆さんのキャンプのねお役に立てるような情報をお伝えしていきますので、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。以上、自由工房の古橋でした。ゆうさん、さよなら。いやー、もう今回はこれ結構大変だったね。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければ高評価チャンネル登録をよろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。